はい、皆さんこんばんみー、グツーでございます。今回久しぶりに、ね、ファミコン、実況プレイなんですが、皆さんもご存知通り、B ウィングですね、どこやったっけ、忘れた、どこかしら、終点ゲームです。有名な終点ゲームです。で、今回プレイするね、ファミコンの互換機ちょっとね安物なんで、音が片方しか出てないのと、ちょっと画質がね悪いのはご了承ください。でやりましょう。ちょっと真剣にね、これね、僕過去にね、ちょっとだけ、B ウィングね、縦型シューティングなんですよ。で、こうやって武器をね、選べるんですよ。で、これがね、一番最初ってファミコン頃って、B が攻撃で、A がね、なんかオプションとか、なんか、決定事項で、そんな感じが多いゲームが多かったんですよ。これの場合ね、例えばね、B ボタンを押してしまうと、いきなりこうやって切り離してしまうんですよ、武器が。そうするとね、この人ちゃうな。これしかなくなるんですよ、武器が。B でね、こうやって避けることができるんですよ。これだと面白くないので。今回最初選ぶのは、まあ、ハンマーですよね。ハンマーが一番ね、強いという、最強説になってます。で、始まったらもう A ボタンでね、こうやって攻撃ができるので、B を押すとね、切り替えて、次のアイテムにね、切り替えることを、できます。まあ、クラウドで切り離しされるので、ちょっとうるさいな。ハンマーね、こうやって周りのこれでもこうやってやっつけることができるからね、バリア代わりもなるんですよ。で、威力もそこそこ当たる。で、B ウィング、僕ね、過去にね、まあ、実家にもあるのかな、ありまして、結構ね、兄弟とかでね、やり込んだ、めちゃくちゃやったゲームかな。こうやってね、なんかね、パーツが囚われてるんですよ。これ助けてね、切り離して使うこともできるんですよ。で、このゲーム、割とね、遊びやすいゲームですね。で、なんで、ね、隠し要素も多くて、まあ、特定の基準でね、ある障害物を壊すと、隠しパーツ、隠し武器とかね、ワープゾーンとかあったりとかして、結構ね、面白いゲームです。で、ボス敵もね、すごい独特なボス敵なんですよ、このゲーム。過去にようやったわ。なんかね、めちゃくちゃやったと思う。バルカいらん、危ない危ない。そう、この武器でね、使いにくいんですよ。めっちゃね、射程距離短いんですが、連打するね、最強です。射程距離短いけど、そのね、連射はね、すごい効くのでね。まあ、前方バリア代わりになるかな、武器は。あ、間違えた。取れました。これ、取らんと。取ってなかった。持ちボスかな。ボスになるとね、絶対ミサイルがね、上から降ってくるんですよ。押しパスでいける。なんか、あ、わかる。ちょっと待って、待て、うざい、うざい、うざい。押しパスでもいいやな。ボスですね。ほら、こうやってミサイルがね、撃ってくるんですよね。最初の方に。これ、すごい独特やね。で、なんかね、そう、これがね、もう書ききれんかった。こういう四角のね、そう、要塞なんですよね。こういう系が多いんですよ。たまにね、変えるとケミシスとか出てくるんですけど、こうやって光ってるとこをね、こうね、当てていって、壊していくんですよ。で、すごい最初硬いんですけども、一回壊れてね、ほら、だんだん、こう、すぐに壊れます。でね、これで色が変わっていくんですよ、ずっと当てて、ほら。赤になると死にますね。面白いよ。ほら、この死に方。この曲。これ倒してるんですよ。すごいね、独特。いくつかの面に分かれて、武器セレクトがね、できたと思います。特にね、重要な武器があるんですよ。もう、普段ではあんまめったに使われへん、ジャンパー、僕もジャンパーって言うんですけど、ジャンプの武器がね、実はね、ある面、一定の面かな、あるどの面か忘れたけど、その面に、それしかね、倒せないボスが出るんですよ。ザッカーハンマーで倒せるか。ジャンプの武器はね、前の方向に飛び越えて武器をね、撃てる特殊な武器です。まあ、障害物をね、飛び越えちゃうんですよね。それ以上に倒せないボスがありまして、ね、岩で、なんか囲まれてて、
ちょうどジャンプのやつを当て真ん中で当てないと倒せないボスがおるんですよ。あいつ来た時にその武器を取り忘れると絶望的です。もう倒せますね。危ない危ない。これの怖い怖い。タルタルタルなのか。ワープとかもね、なんかあるんですよね、これで。虹なのか。これが虹や、虹なのか。ごぼんじゃ、あ、ここね、順番、こう、前でしょ、これでしょ。で、これでしょ、これでしょ。で、これ、これ出た。これ、隠し武器。ハンマー、パワーアップガード。大体この順番なんですよ。わー、邪魔、これジャンパーなんですよ。ジャンプいうかジャンプじゃない。これワープなんですよ、ワープ。あ、これいらない、これいらない、これは、あの、いろんなのが。アイトルってワープするにします。何面ぐらいいけんのかな、今。だいぶいける。で、画面が割とね、地味なんですよね、これ。あ。で、あ、出た。ここね。ああいう壊し方で絶対出ます。あの、出るんですよ。出るとこは全部出る。あれ、注目や。隠し武器の。隠し武器とかね、いろいろあるんですよね。隠し武器でもこれだけじゃないんですよ。中でいろんなあるんですよね。割と。いろんな武器あるんですよ。うわ、カニみたいなこいつ。カニ、カニなのか。モチーフカニなのか。ちょっと待って。威力弱いのか。威力弱いな、こいつ。ワイドショットっぽい。じゃんじゃんうるさいな。じゃんうるせえ。ほら。あれ？ハンマー1個しかなかった。なんで？バグってる。あるあるやね。ファミコンあるあるやね。ハンマーが1個しかなかった。泡吹いてみたった。あ、出た。スコアもここにちゃんと出るっていうのなかなか憎い演出。いやー、ファミコンでも面白いな。ノーカットでいくかな。多分ノーカットでいくかな。ファミコンはね、やっぱ面白いですね。だよね、がっつりやらなくていいんですよ。別に、ぼーっとしてやっても面白いからね。そういうゲームやからね。ビーグは割とね、その昭和50年代の人とか、40後半の人とか、40代後半、40代が昭和40年後半の人とか、あー怖い、こそは忘れた。人とか結構あれじゃない？ B ウィング持ってる人多かったんちゃうかな。あ、これ横になっちゃうんで壊されるそう、友達結構みんな持ってたと思う。こうやってドア開けて。おぉ、ちょっと待って。ジャンクラッシャーみたいな気が。ちょっと待って。おぉ、すごいな、いろんな来んな、やっぱり。久々見たら。あ、取れなかった。また取らなかった。ハンマーで壊れたものか。あんまり余計なことせん方がいいね、これ、このゲーム。とりあえず自分、この武器がなくなるまでは。そう、ほんま余計なことせん方がいい。うわ、ウォッチ。そう、時計型なんですよ。ウォッチ。怖い。あれ、なんか怖いわ。怖い。怖いわ、やめとこう。これ横の絵打てる武器なんですよ、この武器。横しか打たない。前にちょっと出るけど。あ、来た、雲。危ない、怖い。めっちゃ怖い。攻撃怖い。あ、お倒した。終わった。雲出た。赤いねんな。空の色。空は青かった。
あれまで動くね。4面。どこまでか。あ、20分ぐらいしか収録せんけど、だいたい20分ぐらいがベスト。あ、これそう、ここ。ちょっと待てよ。あ、いらん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 、これいらん、これなんか変な武器やねん、そう、いらんのよ、あれ。あれ変なやつやから、いらん、なんか。すげえランダムで変わるやつもあったりな。打ち方がさ、すごいランダムに出るやつがあるんですよ。あれ、多分あれやったような気がする。いろんなね、いろんなね、なんか攻撃法できるやつやな、ね、俺。なんかやれ、すげえ打ちにくいやつ。これが、これだけでいいわ。このハンマーだけで十分さ。割とワイドに広がるし、ね、あ、ここや。あ、これ、ちょっと待って。何やった一回だけ変えれるやつか。なんかね、クローバーとか、あれはね、なんかいろいろあって、なんかね、何かで、なんかね、スタートボタンを押した時に、ストップを押してかせることを押すと、武器を自由に変えれるアイテムもあるんですよ。中にはね、なんか一瞬アップもあったりして、確か。これ当時さ、僕らの時代さ、説明書をね、親がね、勝手に保管して見せてくれないんですよね。説明書大事やからってね、なんか売るときとかにさ、売らないのにさ、箱とか全部直されて、カセットのみでやるから、全然わからんままプレイするんですよね。手探りで。当時なかった。そういうあるのはあったんですよ。そういう人らもおったと思って。あ、これ怖いな。あ、これいらん。これね、武器なんですよ。これ武器。このイニシャルで買わないで、エッチだとハンマーなので、今ちょっとこの武器失いたくないかなと。あ、一応アップした。これどこまでいけるやろうな。全部収録しとくか。あ、負けるか。20分ずつ。長いもんね、一回。お、来た。細長いねな、場所が。お、めっちゃ台出してる。いけ。これ、まだか、まだか。おら。一回目だけ壊れたら、もうあといける。よし、壊れたら。ああ、撃ちに行く。ここ。入れ。あ、先に当たりそうだ、これな。当てにくい。ああ、やってもうた。当たっちゃった。動きなくなった。これやばいぞ。でもこれね、回避できるんですよ、こうやって。回避できちゃうので。うわ、これどうしよう。やばい。あ、ちょっと待って。あ、ないか。なかった。あれ、何やってん、ハート。よし、来た。あー、なんか変な打ち方されてた。これも変なのさ。何この武器。なんか四角とか出るのね。嫌な武器やな、これ。ちょっと、ほんま、勘弁して。死にく。前ん時がチャンスやな、前ん時がチャンス。よしよし。前んてやろ。よし。それ。よし。すげえ変わってる。ほら。いける。こういうのもございますよ。よし、もう死ぬ、もう倒せる。あ、倒した。この光り方。あ、違う、何かやってもだ。これ何？あ、前に捨てたやつか。まあいいや。うわ、ハンマー使いたかったなぁ。いや、やってもだで。まあいいや。これはね、前方にハート出るんですよ、ハート。ハート出るんよ。ハンマー来たらすぐ乗り換え。これも全然そんなにね、弱くないんですよ。
ちょっとあのビームの打ち方が弾の打ち方がねこう広いからね当てやすいね。あ、打ってた。こういうやつとかに、ね、使いやすいね。クロバこれ何やった？ジャンパーか。ジャンパーいるんかな？あ、それだ。ほら、あ、ジャンパー。前にほら、打つでしょ、あれ、ね。あの、真ん中のやつが。あれ、飛び越えてるんですよ、向こうに。だから、その、飛び越えてる間当たらないけど、向こう側にちゃんと当たるようなシステムです。あの、丸いところですよ、こう。失敗、失敗。当てにくいな。そう。当て、あ、これも当てにくいよ。あれ、真ん中ジャンパーでこれ壊れるんですけど、ほら、壊れたぞ。ほら、これで、すげえ使いにくいけど。ここ、これじゃ倒されんのちゃう？とりあえずこれでいくか。なんかね、そろそろそういうボスが出るんですよね。うわぁ！取り替えてんの？取り替えてんの？あぁ、後ろに撃つ！バックビームか。これ取ってよかった。あ、でも、あ、そういうことね。来た！パトロール隊。あ、危ない。おぉ、いいね、いいね、この白いいね。ハンマーだぞ。よし、来た。これかな？なんか、セレクトで変えるやつ。パトロール隊。おぉ、危ねえ、怖い。ちょっと待って、怖い、怖い、怖い。お前。お前ら、ほんま。あ、倒せ、倒せ。あ、また来た。帰ってよかったのか。あ、でもいいのか。いいね、この武器いっぱい使えるの。嫌いじゃない。そう。あの、グラディウス2とかね、武器変えれるのいいよね、最初の方で。あー、すげえ。うわー、なんじゃこれ。広いな、広いな。広いけど、あれ、真ん中入らなかんじゃね。真ん中入らなかん説じゃないこれ。入れる？あ、いける？入らんでもいいか。ちょっと待って、ここ壊したの。あ、いけるか。いけるけど。え、これ怖いな。って。ああ、難しいわ。あれ、入られん。ジャンパーで行く。ジャンパーで行く。ジャンパーやったら飛び越えんのジャンプ真ん中の当たり判定がそんなないからさ、雑魚に注意せんと。ああ、意味ねえやん。頑張るしかねえ。集中、全集中。あ、落ちた落ちた。無駄にはできない。ああ、それと。ほら、できるでしょ、これで。ハンマーにそこ。あ、一個取ったから。でも、どうすんねん。これ、いける？あ、来た、いけた、危ない。集中したの。いいね、気持ちいい。パシャンパシャン。うるさいな、すごいうるさい。ほら、人参人参。これはいらんな。 C ってなんだ。お、あー、そう、ここにもあったっけ。これどれやった。あ、違う、どっかあんねん。あー、あんねんけど、どれやったか忘れたわ。なんかあるんよ、ここも。当たり、違う、当たりじゃない。そう、
当たりがね、どこあるの。出えへんな、これは出えへんのか、ここは残念。ここは、ここ狙って、で、ラインかい。あ、来た来た、音も変わる。来た、戻ってきたよ。最強説、最強じゃない。わあ、危ねえ、気持ちいい。来た来た来た。次はどんなボスや。あ、カエルカエルカエル来たね。オタマジャクシ出せ、ほら、オタマジャクシ。あ、もう終わった。早いな、歯の色。ちょっとね、分けまーす。